ニアグラム、うん、あなたを知る9つのタイプで、うん、タイプ1について、うんうん、改革する人というふうに挙げられています、はい、良識的で理想主義のタイプ、うん、高潔、うん、はっきりしている、自己抑制的、うん、完全主義的、うん、とあります、うんうん、はい、きちっとしている人ですよね、まあ、なんか信念がありそうですけどね。そうですね、うん、この2人に体調はちょっと分かんないですけど、うん、僕信念、うん、なんか自分のやりたいことみたいなし、はい、うん、僕なさそうじゃないですか合わせていく、なんか軽そうじゃないですか、なんか、はいはい、っていうのでなんかタイプ1もう読んだだけで違うんだろうなって感じるんですけど、はいはいはい、私たち、うん、この著者さんが、はい、タイプ1を改革する人と名付けたのは、うんうんうん、彼らが使命感を持ち、その影響力の度合いに応じ、うん、世界をさまざまな方法で改善したいと思うようになるからです、うんうんうん、そっか、彼らはこうだと思ったことで改善したいと思うんですね、うん、これが一番いいって思ってる人じゃないですか。思っとけばいいじゃないですか。で、それを改善したいんですもん。思っとくだけじゃダメなんですね。思っとくだけでは良くないわけじゃないですか。みんなこうもう夜中腐ってるみたいな大きなお世話なるほど。で、彼らは逆境、うん、特に、道義を守るため、うん、逆境を乗り越えようと努力します、うん、人のスピリットが精神が光り輝き、うん、違いをもたらすことができるように、うん、たとえ個人的犠牲が大きくても価値を持つものを求めて努力しますと、うんうん、タイプ1は実際に行動します。彼らは最良の形で役立つことを願うのです、うんうん、ある意味意識レベルでは人生で果たすべき使命があると感じます、うんうんうん、はい、周りの環境に見受けられる無秩序を減らすために最善を尽くしさえすればと、うんうん、タイプ1は、うん、強い目的意識を持ってはいますが、うん、概して自分の行動を自らに、そして多くの場合他人にも正当化しなければならないとも感じますと、うん、こうした思考ゆえに自らの行動の結果やいかにして自らの信念に背く行動をしないで済むか、うん、ということを考えるのに多くの時間を割きますと、このため往々にして自分がヘッド、うん、頭のタイプで、うん、論理と客観的真実のみに従って進む合理主義者であると思い込みますと、けれども、うん、実態はいくらか違いますと、うん、タイプ1は実際には活動家であり、うん、自分がしなければならないと感じることが先にあった上で、うん、それが人に受け入れられるような理論的根拠を探すのですと、うんうんうん、彼らは本能と情熱の人々であり、うん、確信して判断を下すことにより、うんうん、自分自身および自分の行動をコントロールし方向づけますと、うんうん、タイプ1は自らの理念に忠実であろうとする中で、うん、本能的衝動に影響されないよう抵抗しますと、うんうん、意識的に本能的衝動に屈したり自由に表現しすぎないようにするのですと、うん、その結果抑圧や抵抗攻撃性という問題を抱える性格となりますと、うん、彼らは他人からすると極めて自己抑制的で、うん、厳格であるとすら思われます。ただしそれはタイプ1自身が体験している世界とは違いますと、彼らは情熱と欲求の大釜の上に座っていて、うん、自分や周りのみんなが後悔するといけないから、うん、蓋をしたままがいいと思えるのですと、こういう買い方好きです、うんはい、あそうか、なんか理路整然なんかバーって喋ってるのを見ると、うんうん、やっぱ理路整然とは喋ってるんですよね、うんうん、あタイプ1だなって思ってる人たちは、うんうんうん、ただ、うん、その裏に強い自分勝手だよねとも思うんですよ。自分勝手というか、まあ、信念、はい、強い信念があるって話じゃないですか。信念は分かります。信念は伝わってくる、うん、はい、で、まあ、その強い信念と強い情熱を持ってる、あー感じるね、うん、でその上に理論武装ですよ、はい、それに合わせた理論武装、ね、それに合わせた、はい、でこれがもう最適だみたいな。でもそれってなんか、うん、あのなんていうんだろう、なんか正しいか正しくないか、うん、みたいな見方で言うと、うん、こっちからすると全然正しくないよね、まあ、それはあると思うんですけど、はい、これが正しいという信念を持ってる、はい、っていう部分じゃないですか。例えばこう同じような、まあ、さっき
ヘッドと間違える的なことがあったじゃないですか。そうですね、うん、はい、自分は合理的で論理的でみたいな、要は、うん、論理と客観的真実のみに従って進む合理主義者であると思い込むが、いくらか違って実際には活動家であり、自分がしなければならないと感じることがあった上で、それが人に受け入れられるような理論的根拠を探すのです。だからこう、自分は正しくありたいっていう信念がまずあるわけじゃないですか。はい、でその正しくあるっていうのは何なのかって論理的に考えるんですよ、はい、でその結果正しいとはこういうことだよっていうのを見つけて、これが正義だ、でそれが人に受け入れられやすいような理論的根拠を探すのですってあるんですけど、だからもう、うん、理論、あの僕の友達が言ってたのは、うん、あのマスクは、うん、コロナがしてる人のマスクと、うん、予防してる人のマスク、うん、あと風邪のマスクっていう3種類作るべきだと、うん、で3種類作って人がどのマスクをするかで、うん、あの人はあれだから離れようとか、うん、あちょっと近づいてもいい、うん、いいねって、うん、これいいよね、うん、どうって言われるんですね。まあ、なのでこう例えばこうコロナをなくしたいっていう信念なわけじゃないですか、はい、彼にはそれがありましたっていうので、はい、コロナをなくすためにはどうしたらいいのかみたいなところで、はい、マスクかみたいなところに着目して、マスクはこういう仕組みにしたらいいんだはい、みたいので、これをやろうよみたいな、これが良くないって言うと聞いてると、うん、いやいやもうそんなんみんなしないじゃん、うん、そんなん、うん、ごまかした人いるもん。でもそんなのはそいつが間違ってるなわけじゃないですか。ですっていうのがこう、だってコロナなくしたいでしょ、はいはい、でそこは正しいですよ、うん、はい、コロナをなくしたいっていう信念じゃないですか、はい、でこれが多分ヘッドタイプ5とかになると、はい、コロナをなくすための理屈は何なのかっていうところに好奇心を持ってると思うんですよね。コロナをなくしたいっていう信念よりも、はい、あと、うん、それ考えるだけで満足してそうですよね。そう、あ、だからそのなくしたいっていう信念がそんなにないと思うんですよ。あ、どうすればいいんだろう、どうすればいいんだろうっていうのに、はい、を考えるのが楽しいというか、タイプ5の人はそう、はい、知的好奇心じゃないですか。単なるタイプ10とは行動がちょっと伴ってくるんですね、うんうん、はい、だから信念があるから多分行動していくんですよね、きっと。はいはいはい、うん、では、はい、このタイプ1の人、うん、タイプ1は自分自身に厳しいこと、うんうんうん、そして最終的にはパーフェクト完全になることが自分だけでなく、うんうん、誰から見ても自らを正当化するだろうと信じていますけれども、自分が信じる完全主義のブランドを作ろうとして多くの場合、うん、それが地獄になっていくと、うんうんうん、旧約聖書にある神が自ら作り出したものを見て、うん、それは良かったと述べた言葉に同意するのではなく、うん、タイプ1は次のように感じますと、作ったものに対して、うん、ああ良くなかった、うんうん、明らかにここには間違いがある、うんうんうん、ってなると、うん、この思考性により、うん、彼らは内なる導き、実際には命を信頼することが難しくなると、うん、そのためタイプ1は超自我を非常に頼りにするようになりますと。超自我っていうのは、うん、子供時代に学んだ内なる声であり、うん、彼らが非常に熱心に求める大義に向かって導くものですと、うんうんうん、タイプ1が完全に性格のトランス状態に陥ると、自分自身とこの厳格で容赦ない声とを区別することができなくなりますと、うんうん、ちょっと難しかったですかね。まあ、パーフェクトを目指すって話ですよね。要は完全じゃないと君はダメなんだよ、うんうん、でその完全であろうとするのがその強い信念みたいなところじゃないですか、はい、で自分が完全になれないのはこの会社組織のあの仕組みが間違ってるからとか思うわけですよ、きっと。とか、まあ、うん、自分がやってきたことも、うん、多分満足できないんですよ、ね、満足できない。でまだまだ完璧じゃない、まあ、パーフェクトなんかありえないじゃないですか。いろんな人の考え方があるんじゃなくてもいいじゃんそう思っちゃうんですけどね、うんうん、っていう人もいるので、はい、ありえないじゃないですか、はい、で自分自身がパーフェクトになるためには周りもパーフェクトに求めるわけですようってなりますけどね、うん、はい、で、まあ、エニアグラムには、うん、ウィングっていうのがあります、はい、でエニアグラムには、うん、この有名な図案があり、うんうん、これがエニアグラムですよね。そうですね、うん、タイプ1というのは、うん、ここですね、はい、矢印マークがぐるぐる回っているところ、はい、1っていうのは、うん、ウィングというのは、うん、この両側に位置するもの、はい、なのでタイプ1には2タイプ2とタイプ9のウィングがあります、うんうん、はいはい、エニアグラムは基本この純粋に、うん、この
真ん真ん中のタイプ1です、うんうんうん、純粋なタイプ1です、うんうん、っていうのはエニアグラムのどの流派でもないとされていて、うんうんうん、どっちかに偏ってる、どっちかに偏ってますよと、うんうん、でそれは2なのか、はい、9なのか、うん、まあエニアグラムの流派によってはどちらにも触れる、うんうん、とか状況によってこう変わるとか、はい、っていういろんな流派があります、うんはいはい、ただまあ普段どっちにいるのが強いっていうのはあるかもしれません、うんうんはい、っていうところで、はいはい、旧のウィングを持つタイプ 1、うんはい、は理想主義者とあります、はいはいうんまあ、若干旧っていうのはあのスピリチュアルの平和主義者と言われる人たちのウィングを持つ人、うん、理想主義者、うん、このサブタイプの人々は極めて洞察力があり賢明で洗練されていますと、うん、学級的要は学術を極めるにもなり、うんうんうん、長期的関心や対極的な状況に焦点を合わせた冷静で哲学的な姿勢を持ちますと、内向的で陰遁を好む性質もありますと、うん、大衆は狂気、うん、狂ってる狂った大衆から静かな環境に逃れますと、うん、感情はあまり表現しないが、うん、寛容で親切で思いやりがありますと、うん、大概自分が見つけた自然や動物無垢なものを何であれ愛します、物事を改善したいと望みますが、うん、別のウイングを持つもう一つのサブタイプよりも穏やかでこだわらない雰囲気がありますと、まあ、仲良くしたいっていうのが9ですからねそうですね、うん、平和が一番、平和が一番、はい、争わずに仲良くしましょうっていうのが、はい、でそれの通常版、今読み上げたのは、はいうん、その旧のウイング1が、うんまあ、理想な状態の時ですね、うんはい、いい状態、はいうん、で通常の時理想主義的で自分の信じる改革をもたらすために必要な政治、うん、泥にまみれた仕事には関わりません。このサブタイプの通常の段階の人々は、うん、自分の正当性を個人的に説得しようとするよりも、うん、理想について語るでしょうと、うんタイプ1につきものの怒りは別のウィングを持つもう一つのサブタイプよりも見つけにくく、うん、硬さや短気、うん、皮肉として表現される傾向があります、うん、この1ウィング9の人たちは一人でいることを好み、人間関係という厄介なことにもかからないように一人で働ける状況を探します、うん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 、もう一つのサブタイプ、うん、1ウィング2よりも、うん、世間離れ世離れしていて、うん、人の関わりが少なく他人に軽蔑的で、うん、エリート意識を持って人を見下す場合もあります、うんうんうん、でサブタイプが2の人、はい、擁護者とあります、うん、このサブタイプの人々は理想や公事の原理を求めるとともに、うん、他者への共感と慈愛を持っています、うんうんうん、別のウィングを持つもう一つのサブタイプほど純粋に理想主義的ではないのですが、人類の行方をより良いものにすることに関心を持っています。そして自分が支持する変化をもたらすためにもう一つのサブタイプよりも現実に関わります。またより明白に情熱的で人と付き合い政治的な関わりのギブアンドテイクを楽しみます。このサブタイプの人々は他人をわざわざ説得して自分の主張や信念に関心を向けさせます、うんうんうん、今から読むのが通常のタイプ、うんはい、このサブタイプにおける通常の段階は極めて行動的で外交的ですと、うんうん、求める理想や改革のためにはかなり強く主張しパワフルにもなり得ます、うんうんうん、一人でも快適に過ごすことができ充電して考えるために、うん、多くの一人になる時間が必要ですが、うん、人との関わり特に討論をして、うん、自分の考えに磨きをかけるような、うん、そして活性化しますと、うん、このため関わっている規模の違いがあっても自然に政治に長けることになります。あ彼らは、うん、自分が影響力を与えていると感じる限り他人のニーズを重視します、うんうんうん、論理を組み立てるんでしょうね、うんうんうん、そこで、うんうんうん、でフラストレーションを感じているときには批判的になりイライラし、かなり遠慮なくはっきり言います。もう一つのサブタイプよりも気性が激しく行動的ですと、したがって人々や出来事にフラストレーションを感じる可能性も高くなりますと。なんかねコロナワクチンの支持と不支持両方に匂いがします。あそうそうそう、この
この両端にそうですよね。両端にいますね。そう両端にいる、はい、うん、僕勝手に思ったのは、うん、動物愛護の、うんうんうん、子猫ちゃんを拾って世話してる人とか、はいはいはい、うん、の匂いがしました。うん、1ウィング級、1ウィング級、うんうんうん、2等兵調べです。はい、根拠はありません、うんうん、感じただけです、うん、説明はできません。理屈はないです。理屈はないです、はいはい、思っただけです、うん、それはでも分かります、はい、なんとなく、うん、あ、このワクチン支持不支持、あ、ワクチン支持不支持も、はい、そう、動物愛護、うん、愛護、はい、このワクチン支持不支持の両極端の人ってこう言葉は厳しいじゃないですか、きつい、そう、はい、でこうもうバカにする感じじゃないですかお互いに、はいはい、ちょっとそれやめようよって僕は思ってる。僕も思う。真ん中から見てそれ やめた方がいいよって、うんうんうん、アホに見えるよって。そうそう、知り合いに電車の中で鼻マスクの人を見て、うん、ちゃんとマスクをしてください、うん、と言ってしまう人がいますと。タイプ1かなと、うん、そうかもしれない、はい、1か8か1か8か、まあでもその信念があるじゃないですか、まあ、8もいいそうかな。いや、自分がマスクしてたら、うん、8の人って言いそうじゃないです。ああ、でもこのそれが絶対に正しいのかっていうか、鼻が出てるぐらいでそんな大したことねえよとか思っちゃうんですよ、はい、っていう。だってごほごほ してませんからね。そう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 、はいはい、別にこうくしゃみをしてるとかっていうわけじゃない、はいはい、でくしゃみするときはこうかこうか、はい、マスクしたりとかすればいいじゃないですか、はいはい、タイプ1の典型は1ウィング9の方なんですよね。あ、そうなんですかね、うん、あーでも僕の職場の人も1ウィング9な感じがするな。あまりアグレッシブではない。あー、こういうこういう、うん、伝わってはくるけど、うんうん、わーは言ってこない、うんうん、はい、まあ、わーって言ってくるのは2の人ですよね。1ウィング2だっていう、うん、はい、あ、リソの分厚い本によると、うん、タイプ1の典型は1ウィング9なんですねと、うんうん、なるほど、